エリナ、よーく見てろ。ジョジョのやつが波紋を出せない今、俺は安心してその肉体を乗っ取れる。そして俺は自分のベッドルームであるあの箱に逃れるのだ。あの箱は爆薬数十タルの衝撃にも耐えうる、いわば一人用シェルターよ。行くぞジョジョ。そしてようこそ我が永遠の肉体よ。ジョナサン！ディオ、君の言うように僕らはやはり二人で一人だったのかもしれないな。奇妙な友情すら感じるよ今。二人の運命は完全に一つになった。そして船の爆発で消える。幸せに、エリナ。話せジョジョ。話すんだ、考え直せジョジョ。お前にも永遠をやろうではないか。その傷も治す。エリナと永遠を生きられるぞジョジョ。ジョジョ、こいつ死んでいる。